皆さんこんにちは。DIY チャレンジのタカです。今日はですね、愛車を長持ちさせる方法として私が実施していることをお話しさせていただきたいと思います。最近ではですね、あまり聞かなくなったんですけれども、昔はですね、車を動かすときには暖気運転をしてから発進させるっていうのが、常識だったと思います。それはですね、教習でも教わることだったと思うんですが、最近ではですね、暖気運転自体がナンセンスなんて言われることもあります。環境への配慮という観点から、無駄なガソリンの消費、アイドリング中に発生する有害な排気ガスがですね、問題視されているというのはあると思います。もちろんですね、自動車メーカー側でも、対策はしておりますし、大丈夫だと思いますけれども、私自身はですね、人間の体と一緒でですね、朝一番とかですね、急に運動するというのはしんどいもので、車も同じだと思うんですね。始動直後のエンジンの冷えた状態は当然本調子とは言えない。ましてやエンジンを構成しているパーツは金属同士の組み合わせになります。温まった時の金属同士の膨張率も考えて、組み立てられているため、エンジン始動直後は各パーツのクリアランスもですね、最適な状態にはなっていないと思うんですよね。たとえ始動直後から、動かしてもですね、すぐにどうのこうのっていう問題には発展することがないと思いますけれども、知らないうちにですね、エンジンは、積み重ね疲労で本来の性能を失っていくんじゃないかなっていうふうに私は考えています。またですね、これは想像してもらえばわかるんですけれども、エンジン始動直後ですね、エンジン停止直後ですね、エンジン内部をめぐる潤滑油は重力によって下に落下します。エンジン内部を構成する部品というのは摩擦抵抗を減らしてスムーズに運動エネルギーを発生するように潤滑油を使って摩耗抵抗を、減らしているんですけれども、その潤滑油がですね、下に落ちきった状態から通常運転をすれば、潤滑油の油膜の形成ができないために、シリンダー内に、傷がついてしまったり、メタルという重要部品を傷める原因へとつながるような気がするんですね。エンジンへのへたりっていうのは、こういうところから始まって、その症状が徐々に他の影響に、影響を与えてですね、広がっていくものだと私は感じております。だからですね、私自身は、本当にちょっとしたことだと思うんですけれども、朝一番とか夜間帯のこういったエンジンが冷えた時間帯での、始動直後っていうのは、急がつく、動作っていうのは、控えるようにしております。なので、始動直後のですね、急発進っていうのは当然タブーなわけで、しっかり暖気してから動かすのが、一番いいかなと思います。しっかり暖気って言ってもですね、そんなに5分も10分もするわけじゃなくて、1分2分なんですけれども、急をつく動作を、やめてですね、運転すればいいかなというふうに考えています。暖気運転のですね、目安は、水温計の針が動き出せれば OK という人もいるんですけれども、私自身はですね、だいたいエンジンを始動して1分とかですね、2分とか、ほんのちょっとだけでもエンジンを、温めてあげて、そしてゆっくり、気がつかない操作で、ゆっくり動き始めるという形にしております。完全に温め切るまでですね、エンジン回転をね、急に予習させてしまうような運転は、極力、避けることが、その愛車をですね、長持ちさせる、ポイントなんじゃないかなと。一つ具体的な目安としては、絶対3000回転以上には回さないように、私は意識しておりますけれども、皆さんはですね、愛車を長持ちさせる、工夫としてどういった、習慣を持っていらっしゃいますでしょうか。またですね、こういったことに対して、共有、ご指摘、ご教示いただければと思います。DIY チャレンジの高でした。ありがとうございました。